紫輝くんのベレー帽冒険、ファッションの新たな波、また彼の独特なスタイルはファッションのトレンドにも影響を与えているようです。長い間、私は平野信用が髪を変えるだけで SNS が騒がしくなると信じていました。しかし、最近、彼が逆にベレー帽を被っているのを見て自分の考えを見直しました。今では街でベレー帽を被った人がたくさんいると思います。もし誰もがそれをしていなければ、 それは彼だけの得意なスタイルとなります。そう、それが今の私たち、笑い。平野仕様は私たちを1800年代に連れて行ってくれるようで、ハンサムな郵便配達員がよく山に連れて行ってくれたり、面白い修行をしたり、確かに平野仕様の壺花はいろいろなことを考えさせます。声だけが聞こえる紫輝くんに心がドキドキし、彼が帽子で髪を完全に隠して姿を現すと、ますます興奮します。 カの顔は帽子とネックレスで隠れ、その上にスーパー分厚い胸板があり、フープピアスをしなくなったのかと思いを馳せました。私は自分の浅はかな考えに驚きました。帽子の形状を見て、これはどこかで見たことがある形だなと感じ、それが平野の行にぴったりに合うことに気づきました。彼ほど個性的で洒脱なスタイルを持つ人はそうそういないでしょうね。笑い。紫輝くんを知って以来、私はずっと幸せでした。 もちろん、彼のせいで悔しさや悲しみも感じたことはありますが、それでも幸福を感じていました。そして、今ではもっと幸せですね。笑い、感謝の気持ちを込めて、彼に、ありがとうと伝えたいです。今の瞬間を選んでくれて、本当にありがとう。そして、これからも彼の魅力的な一面を楽しみたいです。このようなエピソードを通して考えると、 人は外見だけでなく、その内面や行動によっても魅力的になります。平野仕様がベレー帽ーを逆に被ることで、彼の個性や自由さが現れています。これはただのファッションの一部ではなく、彼の独自のスタイルとなっています。最近の研究によれば、外見だけでなく、個性や行動が人々に強い印象を与えることがわかっています。社会心理学の専門家によれば、 とは他者を見て最初に外見に注目しますが、その後は言動や態度によって印象が大きく変わるとのことです。平野仕様のように外見と内面が調和している人は多くの人に愛される理由かもしれません。また彼の独特なスタイルはファッションのトレンドにも影響を与えているようです。最近では彼と同じようにベレー帽を逆に被る若者が増えています。これは個性的で斬新なスタイルが 若者たちに受け入れられている証拠かもしれません。このようなトレンドの影響力は、SNS を通じて拡大しやすくなっています。平野紫耀がベレー帽を逆に被った瞬間が SNS で拡散され、若者たちに刺激を与えたことでしょう。これはファッションだけでなく、個々の行動が大きな影響を持つ例と言えます。 最後に、私たちが外見や行動を通じて他者に与える印象は、自分自身のアイデンティティを形成する重要な要素であると言えるでしょう。平野潮のように、自分の個性を大切にし、自由な発想で行動することで、他者とのつながりを深め、新しいトレンドを生み出すことができるのです。これからも、平野潮の行動から学ぶことは多いでしょう。外見だけでなく、内面や行動が魅力的な人物は、 社会にポジティブな影響を与えることができます。彼のように自分らしさを大切にし、新しいことに挑戦する姿勢は、多くの人々に勇気とインスピレーションを与えているのかもしれません。最後に、読者の皆さんにも同じように挑戦してみてほしいと思います。他者とは異なるスタイルやアプローチを、